はい、おはようございます。修華堂です。田中です。生田達之さんですけど、まあこれ油絵ですよね。で、日本のその絵画って実はね、まあなんていうか妙な習慣と言いましょうか、油絵と日本画、油彩画と日本画、あるいは洋画と日本画で、体裁というかね、形がね違うんです。形が違うって何のことを言っているかと言いますと、裏側が違うんです、ね、で裏側ね、それに近づいても近づかなくていいんだけど、これねちょっと東方ハローさんのシール貼ってあるんだけど、ここに裏側のシールって、洋画ってね、まあ要するにね、その画廊のシールが貼ってあるか、まあ何にもないか、日本画みたいに作者が自分でこう名前と題名を書いているシール貼ったりとか、まちまちなんですよね。でこれをひっぺがすと、これひっぺがすになってますけど、キャンバスの裏側に作者が名前と題名とたまに日付書いたりしますけど、まあ、あんまり決まってないですよね。しっかりとした形式が、高島彌十郎みたいにあんまり、生きてる時売れてなかった人なんかでもキャンバス裏にはだいたい書いてますけど、名前とか題名を、要するに絶対的なのが決まってない。で日本画の場合はどうなってるかっていうと、いわゆる日本画、今この部屋にたまたまかかってませんが、日本画の場合は、まあ、裏側にシールっていうのがあって、それ必ずやってるっていうのが、ともシールっていうのがあるのが決まりです。でちょっと分かりにくいですよね、あんまり興味ない人にとっては。裏側なんて怖くて開けられないし、でまあ一応そういうルールになっていて、鑑定なんて話になった時に裏側にある情報というのは、そう洋画と日本画で違うと、これもまさに日本的な状況ですけど、その違いがあるということですね。はい、それでまあうちで油彩画についても真剣に買ってます。こちらの連絡先までよろしくお願いいたします。